はい、どうもこんにちは、ドラちゃんです。今日はですね、京都で美味しい和食モーニングを探せということで、前から気になっとったお店に行ってきました。移動手段は京阪電車です。最寄りの駅は祇園四条になります。祇園四条から徒歩8分で目的地に着くみたいです。なんかね、こんな住宅街に入ってきたんで、これ道合ってんのかなと思ってね。だってどう考えてもこんなとこお店あれんやろって思ったんですけど、この入り組んだところに入っていくとお店があるんですよね。ほら、お店の名前なんですけど、路地うさぎさんって言います。はい、ってことで目的地到着です。見る限り結構メニュー豊富ですよね。よっしゃ、ほな店入りましょうか。おう、おー、素敵な場所ですね。なんかほんま京都らしい感じですわ、ここ。うわ、これ黒電話ですやん。僕子供の頃これありましたからね。はい、僕昭和生まれやからね。お店の中に入りました。いやー、ほんまええ雰囲気ですね。お、これ舞妓さんですかね。じゃあメニューの方を見ていきましょう。これはランチのメニューですかね。これ朝ごはんのメニューです。モーニングのメニューですね。150円プラス払って僕は鮭に変更しました。で、食後にホットコーヒーを注文しました。料理を待ってる間にですね、この番茶を飲んでみようと思います。これおそらく京番茶ですね。なんかね、この番茶の味なんですけど、この味ね、おばあちゃんちのね、なんか番茶の味めっちゃ似てるんですよね。なんか懐かしい味がしてめちゃくちゃ美味しかったですね。ずらーって本が並んでるんですけど、なんか京都の話が多いですね。京都に関わってる本って言いますか。はい、あ、すいません三吹市伝、これね、新選組なんですよ。僕新選組の大ファンやからね。はい、ということでここでこのタイミングで新選組の格好をしてね、はい、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録お願いします。モーニングがやってきました。どうですか。うわー、美味しそう。鮭がええ色してますよね。うわー、これなんかおかずめっちゃ京都らしいですよね。いやー、うまそう。あー、なんか味噌汁の色もええ色してますよね。いただきます。まずは鮭からいっちゃいます。おー、これね、いやー、めっちゃ美味しいですわ。最高。おー、味噌汁もね、なんか家庭的な味ですよね。美味しい。続いてだし巻き食べます。美味しそうですね。いや、これね、ちょうどいい感じの味付けでした。美味しかった。はい、次に食べたのは梅味のポテトサラダです。これね、めちゃくちゃ美味しかった。ほら、想像をね超える味でした。はい、で、これが確かね、ナッパを炊いたようなやつでした。これもなんかね、めっちゃ家庭的な味で、おばあちゃんの作ってくれるご飯っていう感じですね。僕はこういう味がめっちゃ好きです。とにかくこれも美味しかったです。ほんで、また白ご飯に合うんですよ、このおかずが。白ご飯と一緒に食べるとまたさらに美味しいんですよね。漬物もね、僕めっちゃ好きなんですよ。漬物とご飯ってめっちゃ合うでしょ。
たくあんとかね結構食べたらパリポリパリポリになりますよね。はい、漬物とこの白ご飯を一緒に食べるっていうのもこれもまた最高です。これもめっちゃ美味しいです。だし巻きとご飯も合いますよね。いやほんま和食モーニングってほんま最高ですわ。無言で黙々と食べてます。いやほんま美味しいしね、もう黙々と食うてましたわ。はい、あまたねほんまこの味噌汁がね家庭的な味で最高でした。これねほんま美味しいんですよ。いやほんま行ってください一回、ここはほんまおすすめです。いやー美味しかったです。ごちそうさまでした。食後はホットコーヒーに限りますね。ちなみに僕はブラック無糖派です。しかもホットが好きです。いただきます。いやーコーヒーも美味しかったですね。カフェで出してるコーヒーなんでやっぱりコーヒーも本格的な味です。立派な庭ですよね。なんかこれも京都らしいっていう感じがします。好きですよ僕こういうな。綺麗な花ですね。これも京都らしい。いやめっちゃ良かったです。リピート確定です。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。路地うさぎさんね、ほんまおすすめです。はい、普段はですねこうパンとかねそういう和食じゃないモーニングっていうのを皆さん食べてると思うんですけど、和食のモーニングもねすごいいいと思いました。はい、サンマの開きがノーマルなんですけどね、プラス150円払うと、鮭のモーニングに変えてくれます。はい、鮭が僕の中ですごい美味しかったんで、よかったら皆さんも路地うさぎさん食べに行ってください。はい、で今日のね動画がちょっとでもね良かったなって思っていただいた皆さんはぜひグッドボタンですね、高評価の方お願いします。はい、でまだチャンネル登録してへんよって人はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ドラちゃんでした。またね、バイバーイ。